こんにちは。こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、岩木怠良オールスターも4日目、えー、準決勝の予想をお送りしたいと思います。えー、概要です。えー、10レースはですね、えー、っと、新山が先導する東北勢が上位と見て、まあ、中心はあくまで、あの、満手の渡辺和内の抜け出しなんですが、もし、 えー、えー、深谷と新座がハマり合いになった場合、この両者の両立があるんじゃないかなと思って、抑えにしてみました。えー、11レースはもうですね、えー、村か、脇本が、もうすんなりいける展開で、村上とのワンツー決めると思います。えー、12レースは、えー、っとですね、どうも叩き合いになりそうなんで、えー、新田のまくりが決まると思います。 はい。詳しく見ていきましょう。10レース。まずは準決勝戦です。ご覧の9人。はい。SQS 班が、浅井孝太、深谷智弘、それから渡辺和成ですね。この3人ですね。はい。えー、ご覧の通り、4分戦ですね。えー、っと、全部4分戦ですよね。準決勝戦は。えっ、ー、というわけで、 えっと、バック回数は、えー、っと、新山がトップ。二番目が古生優作と松岡健介。で、深谷が、えー、深谷と山中が四ずつなんですが、まあ、深谷と、それから三回の渡辺和也は競技行ってますんで、 実際はもう少し多いはずです。なんで、まあ、基本的には、新山が逃げる可能性が7。深谷がかましてくる、かましてくる可能性が3ですよね。新、まあ、山は引けないとは思います。やっぱり、ラインも厚みも3人で唯一長いですしね。 前なんですが、えっと、アサイが5回、えっと、スタート回数はアサイが5回、渡辺和也が4回でえ、結構匹敵してますよね。まあ、アサイが取るんじゃないでしょうかね。で、それで、えっと、チューブ税が前って、で、えー、胡椒が切って、えー、要す に、新山の仕掛けを待つ。山中は足を溜める。というレースに、単純になるかと思います。うん、まあ、やっぱり、新山が、普通にお、金前から抑えて出て、まあ、残り2週からもう行くかもしれないんですが、そこで新山がどう考えるかですよね。えっ、ー、と、2日目の、 優秀戦は、えー、っとですね、まあ、普通に逃げましたよね、かかりも良かって、胡椒も、平らもまくれませんでした。ただ、最後は足があの残らずに、えー、7着沈んでしまいました。まあ 番手の渡辺和成が勝ったのは良かったんですが、ちょっとそれで仕掛けをどう修正、新山が修正してくるか。まあ、3人で決まるのが一番いいですよね。まあ、そこで深谷がどう出るか。なんか、浅井がね、前ど、前取りをしそうなんで、まあ、 当然、引くか突っ張るしかない。突っ張るのはなかなか新山をペース上げていくでしょうから、厳しいとると引いて巻き返しかなと思うんですが、まあ山中が、との、となんか並走しそうな予感もしますんで、そうそううまくいくのかなと。 1回切って前を待つと言いましたがちょっと2日目の足を見てるとそんなに良くはないかなとなるともしかしたら思い切って渡辺和大のとこか菊池慶承のとこに位置取りに行く競争もあるんじゃないかなと思います。 後ろ松岡健介はあんまり、あのー、後ろ松岡健介もまあ怖いか。怖いですよね。まあ何か、あの、競争しないといけない。位置取りはす、中段を取っても勝てないならば、もう番手か3番手というのも考えてるかもしれないんです。まあすんなりあの、934でできて、その後ろ28だ。 二八で、それで直線でっていうのは案外厳しいかもしれない。そ、それならば、あの、一社前でもって考える可能性はあるかもしれないですよね。まあ、そこが、あの、一応ですね、本命は渡辺和成なんですが、 故障がもしかしたら新山の番手を狙っていく可能性はあるんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、深谷が仕掛けるとしたらそこですよね。緩んだところを、あの、番手が持つ、番手か三番手がもつれて、えっ、ー、とし、緩んだところを深谷が叩きいく。そうなると、まあ、番手は浅いで、あ、ついていけるんじゃないかなと。 思いがちですが、私は思い切ってですね、浅い、結構最近離れてるんですよね。なんで、ついていけないという目を見て、深谷が、もし、こう、かましてしまった時は、は深谷が裸逃げになって、新山が番手にはまってしまうんじゃないかなという、あの、予想、予想を立ててみました。 まあ、多くの可能性で言えば、まあ、すんなり故障が中断か、まあ、あっても3番手で、まあ、中断の可能性の方が高いですよね。えっ、ー、と、そうなると、渡辺和内のすんなり抜け出し、なんですが、そこでまあ、渡辺和内のところがもつれた場合に、深谷がドーンとかましていって、新山が番手に、 はまる可能性があると見て、この目を上げました。えー、渡辺和也か新山の折り返し。これは、あの、深谷が裸逃げ晩転はまって、新山がこう、4コーナーから、最終4コーナーでも踏み直して、抜け出した場合、93もあるんで、一応93も押さえてみました。93が意外とつくんですよね。全然人気がない。これはもう新山は、 渡辺和也の引き出し役なんじゃないかなと思い込んでるんだと思うんですが、実は、そうことは単純じゃないんで、じゃないかな。やっぱり新山も、ずっと積極的な競争をしてですね、実績を積み上げてるんで、それがここで生きる可能性は十分あるかと思います。それで、あの、ラッキーで、 えー、深谷の番手にはまってしまうケースは、あの、加味しといた方がいいと思います。まあもちろん、あの、すんなりの場合は、あの、渡辺和なり、えー、菊池継承34も必要で、必要だと思います。はい。えー、っと、まあ93や97、79は結構つくんで、お、あのー、面白いんじゃないかなと思います。 次に11レースです。SKS 派は平原と森橋、関東両者ですね。はい、こ、えっ、ー、と、こちらもまあ4分線で、バック回数は、えっ、ー、と、これは、競技をやっているのかかわらず、まあ、脇も、脇本がトップです。まあ、脇本は、あの、地元福井記念、あの出てきましたから、 それで本数が増えているっていうのはあるんですが、まあそれでも、それを加味してもやっぱり脇元が一番逃げる可能性は高いんじゃないかなと思います。スタート回数は和田健太郎が3回、他が2回が最高ですよね。まあ一番下ってこともあり、平原があの前撮りで様子を見るんじゃないかなという気もします。姿が 和田犬が行ってです、ね、姿が前を取るかもしれないですね。で一番ラインが長いのが、なんと、姿の、姿先頭の東北南下構成ラインなんですよねす。まあ、かといっても姿が逃げるということはまず考えにくい。姿の思いとしては、まあ、準決勝って結構自力型って、あの、す 争わないんですよね。なんで、脇本、村上を出させて、そこの3番手が、平原も、姿も、そして原田も欲しいんじゃないかなと思うんです。で、慌ててしかせずにほとんど直線勝負で流れ込んじゃうという、 やっぱり、賞金欲しいですからね。まあ、じ、実際もし叩くとしたら、原田健太郎と言いたいとこなんですが、後ろが新井秀明。まあ、他地区でもあるし、ちょっと、あの、角的を身を取るんで、まあ、原田も、位置を取ってと言いますか、まあ、最終的に三着。 届けばいいやという狙いだと思うんで、これはですね、この両者で、脇本村上の両者で仕方がないかと思います。となるともう3連単狙いですよね。まあ、実はですね、結構、このひなはなものはしからも売れてるんですよね。 この3番手を取って、ま、脇本をまくれんのかなーっていうのはあるんです。まあ、脇本を含み記念の時は本当にすごかったんですけど、調子は、それほどのまでは出来にはないんじゃないかな、とは思うんですが、やっぱり、他が先手を取りそうにないんで、すんなり、先手を取っちゃうんじゃないかなと、 ま、仮に、あの、平原、諸橋がかましても3番手ありますからね。原田、真意がかましても3番手ありますからね。結局は巻き返して、それで終わり。村上との、あの、勝負。おそらく脇本が押し切るでしょう。えー、というわけで、えー、っと、3着として、平原、姿、原田、諸橋、中村、ちょっと多いですが、 真意と和田を除く5人で挙げてみました。結構、あの、3連単も意外とつくんですよね。まあ、もとも、あの、2車単でもう、あの、結構平原、諸橋がオッズ吸ってくれてますから、まあ、吸ってるほど吸ってはいないんですが、意外とあの、オッズがそんなに、あの、一本かぶりじゃないん、 今のところ一本かぶりじゃないんで、この裏表の二者端で狙ってみていいかと思います。最終12レース、準決勝戦です。えー、ここはですね、武田豊樹、えー、新田雄大の二人が SQS 班です。 えー、というわけで、いよいよ、ニッタの登場ですか。まあ、前を取るのは間違いないでしょうね。前をと、成田が前を取って、ニッタを迎え入れて、そこからの競争。で、えー、っと、バック回数見てみると、竹内と山崎が19回、17回と、拮抗してます。ホーム回数も似たような感じなんで、 どっちが先手を取るかとなると、もう、えっと、やっぱり並びを見るとですね、山田秀明を連れている山崎が、の方が行く可能性は高そうです。竹内もまあかましてはくるんでしょうけど、やっぱり竹内、あの、仕掛けのタイミングが悪い。いつも悪い。なんで、すんなにできれずに終わってしまうんじゃないかな、と。 あっても、山崎と叩き合いをしてしまう。となると、まあ、武田が、この、えっ、ー、と、後ろ中断で、あの、先に動いてくるでしょうから、その上、上を、まあ、新田が行くという。ま、もっとも、あの、さっ、前レースの脇元の新田もですね、 二次予選こそ一着だったんですが、全日本、えっ、ー、と、今年は全日本選抜ほど圧倒的とは言えない。ですよね。そこが、果たして、どうなのか。まあ、あ、穴目としては山田、そうだ、あの、裏表なんかも、 あるのかもしれないですけど、それに武田が絡む目もあるかもしれないんですが、山田もですね、そんなに足が良くないような気がするんですよね。そうだ、武田とか、あの、穴目だったら面白いかもしれないですよね。ちょっとチューブはないかな。まあ、金子はちょっと気にはなるんですが、 まあ、竹内がすんなりできれるとは思えない。ということで、ここはもうオミットで。まあ、ニッタがまくっていた時に成田がついていけるかって言ったら、今の成田の足、足を見てるとすごく疑問なんですよね。まあ、成田を切ってもいいけど、一応は、えー、っと、押さえておきました。えー、っと、成田、それからまあ、番手からまくる、 山田。えっ、ー、と、山田の仕掛けが早いと、えー、さらに、そうだ。そうだ、それほどの足じゃあ、あ今場所はないような気はするんですが、やっぱりこういう時は怖い。絶対あの、開催中1回は穴開けてきますからね。まあ、とはいえ、結構人気はしてますけどね。それから、あの、武田闘輝ですよね。ちゅう、しぶとい競争を連日見せております。 やっぱこれ、えー、っと、優秀戦も、平原が不発になる中、自分は3着に結構数度足で突っ込んできてます。武田は結構いいんじゃないでしょうか。まあ、前を回る自力の武田っていうのは、ちょっと、あの、今の状態では割り引いて考えないといけないとは思うんですが、 まあ、前場所悪かったですしね、松戸だったかな。悪かったですから。まあ、そこは気になるところではあるんですが、まあ、一応、武田も、九州ほどじゃないけど、抑えてみます。えっ、ー、と、チューブはミットして、この、えっ、ー、と、ニッターからう折り返しなしでの、このよ、 4点です。はい。えー、以上。岩木平オールスター G1。受決勝の予想をお送りいたしました。はい。まあ、いつもの通り、あの、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト流れますので、お時間がありましたら見てください。また、あの、チャンネル登録、高評価、コメントなどもよろしくお願いいたします。 ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。